お兄ちゃんが守ってきた駅をなくしたくないから、私、頑張れたんだ。会津鉄道、芦ノ牧温泉駅で働く猫たちが、スクリーンに帰ってくる。劇場版、にゃんたび鉄道、待望の続編。劇場版、ふにゃり日より、猫駅長、さくらの物語。映画の見どころを紹介するにゃ。愛されながらも虹の橋を渡ってしまった二代目駅長のラブ。そんなラブのバトンを受け取ったのが、マイペースでおっとりとした妹のさくら。兄弟の思い出が物語を作り出す。福島県会津地方が誇る四季折々の美しい自然を背景に、猫たちの絆を描いた奇跡のドラマに注目。主人公さくらを演じたのは、みなさんこんにちは、明坂さとみです。ちょっとお姉ちゃんになった姿みたいなのがたくさんあったので、こう私も声で演技でこうお姉ちゃん感が出せたらなっていうのを、ちょっとさくらちゃんの心に寄り添いながら演じておりました。兄のラブを演じたのは、みなさんこんにちは、榎木純也です。自由気ままに楽しく人生を生きてくれたんじゃないかなと。僕はね、東京出身、東京育ちなので、こんな風景が同じ日本にあるのかというところで、なんか幻想的な感じというか、行ってみたいなと思いましたね。新しい家族、空と陸が加わり、声優陣もパワーアップ。主題歌懐かしい日々を歌うのは、大の猫好き大黒摩季さん。なんか可愛いから会いたいなと思って、冒頭から泣いちゃいました。ぜひおすすめしたいです。劇場版ふにゃり日より猫駅長さくらの物語は絶賛公開中だにゃ。